甲斐が今引っ張ろうというところです。甲斐選手、はい、今右左見てましたので、はい、まだこう有力チーム、有力選手がまだ前に出てきてないんですよね。今日でも茂木が今出てきましたね、はい、去年は茂木は最後方で備えていましたけれども、いきなり先頭引っ張ろうかというような動きで、ちょっとまた去年とは違う展開になってきそうです。明けまして区間賞おめでとう、船津がやりました、九電工。さあ小市にタスキが渡った、そして YKK 北陸王者コシンベイ、富士通が行った、旭化成が行きました、 GMO インターネットグループのやりました。新加入のキプランガット・ベンソン、 U20 の世界チャンピオンがこの初めての駅伝、初めてのニューイヤー駅伝で見事な走りを見せています。あっという間に YKK のコシンベイを抜いて、もうその差は4秒つけました。インターナショナル区間、日本人も頑張っています。6人が出走している日本人ですが、3人がいます。 5000m チャンピオンの住友電工遠藤日向と、 1500m 日本チャンピオン、日本記録保持者の東映ネックの川村が前に出てきました。トップでこの9年中継所タスキを渡していきます。梶谷龍也キャプテンへとタスキを渡していく。さあ両手にタスキを持って、今タスキが渡りました。トップはスバル、地元群馬スバルが9人抜き、一つ順位を上げました。はい、先頭が変わっています。三菱重工の林田大人、慶応高校から入りました2年目の選手です。まだ20歳の若いランナーですが、上福島の交差点、その交差点を左折をして、追い風に変わってから一気に岡田さんスパートしましたね。三菱重工初優勝に向けて第3中継所、エースの井上大人が待ち受けます。10キロ地点で区間新記録ペースが8人いました。26分台3人、その中で三菱重工トップでタスキを渡しました。林田大人、区間新記録を達成、見事22秒更新しました。なんとなんと安川電機の小垣義14人抜きです。14人目抜いていったのが、なんと富士通の東京オリンピックマラソン代表中村翔吾を抜きまして、小垣義が14人抜きです。この両者、たすきを受けたときには、なんと1分35秒の差がありましたが、17位が最高ですが、トーエネック、最高順位更新に向けて、12番目でたすきを中継しました。さあ、古賀のタイムはどうか、安川電機来た、そして NTT 西日本、古賀のタイムも区間新、1時間3分54秒、古賀も区間新記録は3秒更新しました。ただこの3チームの後ろから旭化成が勢いよく追いかけてきています。今手元で測りますと、もう5秒から6秒ぐらいの差まで迫ってきています。旭化成の小野千尋です。鶴崎工業高校では全国高校駅伝の舞台を走って、そしてこの旭化成では2020年6区区間賞、そして区間記録で走ったこの高校卒業、今22歳のこの小野千尋が前を追って走っています。2つ順位を上げてトップとは32秒差でホンダがいった。そして黒崎播磨、55年ぶりの入賞を狙いますが、いい位置につけています。さらには旭化成、2年ぶりの王座奪還へ5位、3つ順位を上げてトップとは45秒差。このように今単独7位で今井敦也が8位集団を引き離して、もう7秒8秒10秒差くらいまでつけています。過去トヨタ自動車九州は2013年14年に2位という記録も残しています。3年ぶりの入賞を狙っていく今大会です。トヨタ自動車九州が今7位でタスキをつなぎます。3年ぶりの8位入賞も見えているところで、今井敦也頑張りました。トヨタ自動車九州が7位、さあ入賞ライン、さあ21世紀の駅伝王者コニカミノルタの姿も見えている。そして NTN は2年ぶりの出場になります。コニカミノルタはこの後あと2、3年をかけてまたチームを立て直していくんだと酒井克実監督代行も話していました。そして NTN です。今シーズンから越井監督が戻ってきました。過去は、東洋ベアリング自体には2位という記録もありました。会社の明るさと人の輪を作り出すために設立した陸上競技といいます。戻ってきたニューイヤー駅伝の舞台で20位でフィニッシュ、そしてコニカミノルタは21位でのフィニッシュとなりました。